フリップ・ド・ロチルド男爵は、フランスのワイン製造業者、貴族。パリ・ロチルド家の分家の一人。ワインのシャトー・ムートンを、現在の名声まで高めた人物として知られる。父は、アンリ・ド・ロチルド、母は、マチルド・バイス・バイラー。兄にジャム・アンリ、姉に、ナディーヌがいる。1853年にシャトー・ムートンを買い取った。 ナサニエルとロスチャイルドの彦にあたる。ナサニエルは、ロンドン・ロスチャイルド家のソネーサン・メアー・ロスチャイルドの産なんだが、長く、パリで暮らしたため、その子孫は、ロンドン家の系譜を離れて、パリ・ロチルド家に転じていた。警視と共に、スコットランド人の家庭教師、名城から教育を受けた。第一次世界大戦中の1918年に、ドイツ軍が、 パリ郊外まで迫ったため、名城と共に、ボルドーに疎開したが、この際に、祖母テレーゼの所有するメドックにある、シャトー・ムートンの武道園を見学し、その牧歌的な光景に、心惹かれた。シャトー・ムートンの武道園、シャトー・ムートンの倉庫で、熟成中のワインしかし訪問を続けるうちにフィリップは、シャトーが荒廃し始めていることに気づき、脚本を書くのに熱中して、 シャトーを気にかけない父アンリに、シャトー救済の必要性を訴えた。父が調べたところ、シャトーは多額の借金を抱えており、祖母の不在と管理のずさんさにつけ込む従業員たちの横領が発覚。アンリは改善のためフィリップに経営を任せることにした。フィリップはこれに大喜びしたという。1922年にメドックに着任したフィリップは横領している。 従業員たちを罰しなかった。原因は管理を怠った自分たちにあり、過去よりも将来の発展のことを考えたかったためだった。一方従業員たちはこれまで好き勝手やってこれたのに、ロチルド家の者が直接やってきて口うるさく、監督するようになったことが面白くなかった。しかしフィリップは彼らと意見交換していくことで、少しずつ信頼を勝ち得ていった。フィリップは、 ボルドーの酒商にワインソンを渡し、熟成と瓶詰め作業を委託するという慣習に不満を抱いていた。そのため資本をかけてでもシャトーで瓶詰めまで行う元詰め方式に変更させた。このおかげで独自の味を確立しやすくなり、売り上げは徐々に伸びていった。さらにラベルに有名な画家の絵をつけることを思いつき、友人だったキュービズム派の画家ジャンカルジュにデザインを頼んだ。 しかし他のワイン賞の反発を買い、この時には中止を余儀なくされている。シャトー・ムートンは1855年のボルドーワインの格付けで2級とされていたが、フィリップはこの格付けは不当と考え、ライバルでパリ・ロチルド・本家が所有するラフィットと同じ1級に昇格させることを夢見ていた。そのため、ムートンと既存の1級シャトーの会合の設置を主導したが、 格付け既得権の壁は厚く、ムートンの一級への昇格は、当面認められそうになかった1930年代には、悪天候のためにブドウが熟成されず、シャトームートンを名乗れない、低品質のワインが多くなった。処分に困ったフィリップはこれを、ムートンのセカンドラベル、ムートンカデと名付け、ファーストラベルとはデザインを変えて安価で販売した。このムートン家では、 大成功を収めた。これは悪天候でなければ生産できないので、他からブドウを買い付けて安定供給を図った。カデのおかげで、シャトー・ムートンは不作であった1930年代を黒字でやっていくことができた。カデは今日のフランスでも最もよく飲まれているワインの一つである。フィリップはしばしばワイン製造業から離れて気晴らしすることもあった。 特に自動車レースにレーサーとして出場することと演劇の演出をすることであった。フィリップはレーサーとしての才能にも恵まれており、1929年には第1回モナコグランプリに出場している。また同年ディジョンで行われたブルゴーニュグランプリでは優勝を果たしている。愛車はイスパノスイザー、ついでブガッティだった。やがて事故で怪我をしたため、以降は、 レーサーとして大会に参加することはできなくなったが、ブガッティのスポーツカーを愛し続け、後年にはブガッティのテストドライバーをしていた。また1929年には、以前から脚本書きに凝っていた父アンリがパリに劇場、テアトルドピガールを建設したため、フィリップも演劇の演出家を務めるようになった。しかしこの劇場は赤字続きで1931年には、 閉鎖してしまった。父アンリはこれを機に演劇の脚本を書かなくなったが、フィリップは演劇に関心を持ち続け、後にはイギリスの劇作家、クリストファー・フライの作品をフランス語に翻訳した。妻リリーが移送されて命を落としたラーフェン・スブリック強制収容所。助手を中心とする収容所だった。第二次世界大戦中の1940年5月に、 ドイツ軍が破竹の勢いでフランスへ進撃してきた。ドイツ軍のパリ接近の方を聞くと妻エリザベートと娘フィリピーヌを伴ってシャトー・ムートンへ逃れた。だがドイツ軍は今にもメドックまでやってきそうな勢いだったのでここからも離れることにした。この際にフィリップは危険が迫っている身でありながら従業員たちが しばらくの間は給料に困らぬようがにを隠していった。リリーとフィリピーヌはドルドーニュの友人のところへ送り、自身は南へ逃れた。ドイツ兵の多くはナチスのプロパガンダを信じ込み、ロチルド家を悪辣なユダヤ金融資本の象徴と、みなして敵意を燃やしており、シャトー・ムートンに現れるや造王にかられて逃亡した、当主を探し回った。しかし見つけられず、結局、 フィリップの肖像が二十段を打ち込んで帰っていった。その間、従業員たちは恐怖に震え上がっていたという。フィリップはフランス植民地モロッコのカサブランカに逃れたが、ここでフィリップ・ペタン元帥のビシー政府への反逆を企てていたピエール・マンデス・フランスに協力したため、マンデスともどもビシー・フランス軍の捕虜となった。カサブランカで八ヶ月の捕虜生活を送った後、 非占領地域のマルセイユに送還された。その後しばらくフランスの非占領地域に泊まっていたが、ビシー政府の反ユダヤ政策も徐々に激化し、1942年11月にはドイツ軍が非占領地域の占領を開始したため、ついにフランス出国を決意した。この際に、つまりリーにも一緒に逃れるよう求めたが、 彼女は自分はカトリックでペタン元帥の側近に友人もいるので大丈夫だと言って同行を拒否しフランスに残った。やむなくフィリップは単身でピレネー山脈を徒歩で44時間かけて越えてスペインへ逃れた。さらにポルトガルを経由してイギリスへと逃れた。イギリスでシャルルド・ゴールの自由フランス軍に入隊し暗号解読部に所属した。 自由フランス軍時代に第4級、レジオンドヌール勲章を受章している。1944年6月のノルマンディー上陸作戦に際しては解放されたルアーブルで民生に当たった。この際に、妻リリーがゲシュタポに逮捕されたらしいことを知った。ルアーブルでの任務を終えるとすぐにパリに向かい、妻リリーと娘フィリピーヌの情報をかき集めた。 フィリピーヌは移送される前に母方シャンビュール家の手引きでパリを脱出してエスクリネルのシャンビュール家に引き取られたがリリーはパリから脱出できず移送列車に乗せられて東部へ移送されたらしいことが分かった娘フィリピーヌとは再会できたが妻の行方は何もつかめなかったちょうどこの頃フィリップは解放されたドイツ国内の強制収容所を 訪問して生存者から証言を取る任務を与えられたため、収容者リストに妻の名前を探したが見つからなかった。パリに戻った後には強制収容所収容者の生活を支援する公共機関に通って妻を探した。そこで戦時中にフィリップ・トリリーをかくまってくれた人の親戚でラーフェンス・ブリュック強制収容所から解放されたばかりの女性と出会い、 彼女からリリーがラーフェンスブリュックで果てたことを知らされた。それを聞いたフィリップは絶望の淵に沈んだ。1992年もののシャトー・ムートン。戦時中亡命したロチルド一族の者はビシー政府によってフランス国籍を剥奪され、財産の所有権もなくなり一方的に略奪された。シャトー・ムートンはシャトー・ラフィットと同じく、 ビシー政府農業省に所有されていた。しかし戦争が終わるまでには、シャトー・ムートンはすっかり荒廃してしまった。フランスを解放したド・ゴールリンジ政府は直ちに、ユダヤ人のフランス市民権を回復し、ユダヤ人が不当に奪われた財産もすべて返還する、ことを宣言した。これによりフィリップもシャトー・ムートンの所有権を取り戻した。フィリップが、シャトー・ムートンへ戻った際、 醸造町に貯蔵庫にある、苔むした壁に案内された。醸造町は、あなた様がここを、お立ちになった時、この壁を作らせたのです。ご主人様、あなた様の最高級のワインはこの壁の向こうに、ございます。ゲーリングに奪われてなるものかと思って隠したので、ございますと述べ、壁の向こうに隠してある、シャトー・ムートンの黒上物をフィリップに披露したという。 事業を再開し始めた当初は、資金がなかったため、厳しい状態が続いたが、ロチルドの名の信用のおかげで融資を受けられ、再建を軌道に乗せることができた。1947年には、七安アンリが死去し、警視と共にシャトームートンの所有権を得たが、兄も姉もシャトームートンに関心を持っていたなかったので二人の所有権はフィリップが買い取ることになった。 事業再開とともに以前やっていたラベルに画家の絵を描くアイデアを再度採用した。さらに年ごとにラベルのデザインを変えることにした。ピカソ、ダリ、ミロ、シャガールなどの画家がムートンのラベルを描いた。戦後もフィリップはシャトー・ムートンの格付けを一級に上げるためにあらゆる手を尽くしたが、エリード・ロチルドが所有するラフィットをはじめとする既存の四つの一級シャトーから、 締め出しを食らった。しかしロチルド家に近いジョルジュ・ポンピルが大統領となった1969年から徐々に情勢は動き出し他の一級社頭も妥協していきついに1973年に農業省ジャック・シラクによって社ームートンが第一級社頭に格上げされた。社党ムートンではこれを盛大に祝いフィリップは1973年ヴィンテージのラベルに 我一級なり、かつて二級なりき、されどムートンは変わらずと刻ませた。1988年に死去し、シャトー・ムートンは娘フィリピーヌに受け継がれた。1933年にリリーの愛称を持つエリザベートとシャンビュールとの間にフィリピーヌを設けた。リリーは当時ベルギーの男爵の夫人だったが、これを機に1934年に離婚してフィリップと再婚することになった。 フィリップとリリーは1937年にも男子を儲けたが、この子は生後すぐに死去している。リリーは第二次世界大戦中にフィリップに同行せず、フランスに泊まったため、ナチスドイツのラーフェンスブリック強制収容所に移送されて、そこで果てることとなった。戦後フランスに戻ったフィリップはこれを知ると絶望し、カトリックの彼女が収容所に送られたのは、 ロスチャイルドのせいのせいだと考え、自分と結婚さえしなければ彼女は死なずに済んだと、自責の念に苦しんだ。しかし生前リリーは、知人から、ロスチャイルドの名前はあなたに不幸しかもたらさないでしょう。と問われた際に、ロスチャイルドの名前が何をもたらそうと、私には、苦しみよりも喜びの方が多かったわと答えていた。1954年に、パリで活躍する。 アメリカ人のファッションデザイナーのポーリン・ポッターと再婚した。ポーリンとフィリップは芸術と文学の愛好で気があったという。またポーリンはシャトー・ムートンのワインを愛していたので彼女もシャトーの経営に積極的に参画した。ありがとうございます。